Hello! 国際交流員の氷です。この番組では市内でさまざまな体験ができる施設を中心に訪れて、私が松阪の魅力をたっぷりお伝えしていきます。そういえばこの柄って確か松阪木綿だったよな。自分でも作れたりするのかな。よし、インターネットで調べてみるか。松阪木綿織りたい。この松阪木綿織姫体験ってなんだろう。松阪木綿で何か作れるのかな。せっかく松阪に来たんだし、いろいろチャレンジしてみるか。まずは予約と。はい、松阪木綿手織りセンターでございます。あ、こんにちは、コーリーハウルと申しますが、松阪木綿織姫体験に申し込みたいんですけど。大丈夫でございます。お日にちなんですけれども、いつがよろしいでしょうか。じゃあお待ちしております。ありがとうございます。失礼します。よし、旗織り体験楽しみだな。おお、ここが松阪木綿手織りセンターか。早く追ってみたいな、ワクワク。こんにちは。いらっしゃいませ。織姫体験を予約していた氷ハウルですけど。氷さんですね。はい、お待ちしておりました。ご案内いたします。松阪木綿手織りセンターは産業振興センターの1階にあります。この施設では松阪木綿であしらったグッズがたくさんあります。市民の方も観光で松阪市に訪れた方も、ぜひ一度寄ってみてくださいね。田中さん、早く追ってみたいんです。早速教えてください。はい、氷、はい、さん、その前に松阪木綿ってご存知ですか。そうですね、言われてみれば松阪木綿のイメージって藍色の縞模様ということしか知らないです。どんなものなんですか。じゃあちょっとだけ、松阪木綿って本藍染めって自然の藍を先染めをするんですね。白い糸を先に色分けして染めて、でそれを縦縞に立てるんです。立てるっていうのは縞を立ててデザインするんですね。それが松阪縞と言われて、すごくかっこいいんですよ。松阪木綿はなんかこう木綿って体にいいじゃないですか。それですごく皆さんに受け入れられて、現在またいいなという方がたくさんいらっしゃって、折にいらっしゃる方多いんですよ。はい、ですね。はい、じゃあ天然で自然での藍色で、はいはい、誰にでも似合うってことなんですね。そうです。日本人の顔の色、肌の色に特に合うんですね。今日私着てるのも松阪木綿なんですけれども、かっこいいですね。これがストライプの柄なんですけど、これがすごくね、粋な感じがして。素敵です。そうです。で江戸のね、そこの人たちは粋好みなんです。この縞がとっても粋で、若い人は若々しくて、で年配の私ぐらいの人でもなんかすごくいつもキリッとしてる、清潔感があるっていうのがすごくいいんです。いいですね。はい、松阪木綿ってそういう素敵なところがたくさんある、いいものなんですよ。わかりました。教えていただきありがとうございます。はい、じゃあ織姫体験に行きましょうか。はい、氷さん、これが今日体験していただく旗織り機なんですよ。おー。織姫体験は2つのコースがあって、今回氷さんに体験してもらうのはプチ織姫体験というコースです。こちらは所要時間1時間程度で、 15×20cm 程度の小物式を織ります。料金は税込み1300円です。もう一つのコースは一日織姫体験というコースで、所要時間4時間から5時間程度で、約1メートルの反物を織ります。料金は税込み6000円です。はい、じゃあ氷さん説明しますね。はい、はい、これ真ん中にね、2本踏み木があるんですね、足のところ、はいはい、それを両足置いていただいて、はい、右左と交互に、はい、折っていきますので、はい、でこれは火といって、
行ったり来たりするのでシャトルなんですけれども、はい、火をこの間に入れます。あ、はい、で左で抜いていただいて、はいはい、右手で持ってトントンとトントンと、で足だけ踏み替えてトントンです。あ、またトントン、はい、トントン、で今度は左からまた入れます。はい、入れて、はいはい、その時耳を意識しながら、はい、耳って両サイドのことなんですけど、これですか、はい、そうです、はい、で左手で手持ってトントン、トントン、右足だけ変えてトントン、トン、トン、はい、もうそれの繰り返しなのです。でまた入れます。で耳意識して、意識してトントン、踏み替えてトントン、そうです。楽しいですね。楽しいです。トントン、踏み替えてトントン、また入れて、はい、耳を意識してトントン、踏み替えてトントン、もうリズムなんですね。そうですね、はい、歌になりそうですね、はい、トントン、踏み替えてトントン。今松坂の息を味わっています。小里さんどうですか？あ、やっぱり楽しいです。あ、よかった。綺麗に折れてますね。 ありがとうございます。やっぱり全体を使って虫になるのが楽しいです。いいです。そうですね、ストレス解消にはもってこいだと思います。あのね、この松坂木綿って、うん、江戸の人口が100万人って言われた時代、はい、その時にね、松坂から50数万反の反物が送られていた。それだけすごく江戸で人気があって、はい、で歌舞伎役者さんも、はい、あの縦縞のストレープの着物を着ると、はい、松坂を着るって言われるほど松坂木綿って有名だったんですよ。あ、すごいですね、はい、やっぱりあの着て美しいんですよね。そうですね、はい、息ですね。で男の人は男らしく見えて、女の人は女らしく見えるっていうのが松坂木綿の島の魔法なんです。とっても素敵だと思います、はい、でこの島はい、どうやって考えるんですか？あ、これはね、あの松坂にはこういうこと、松坂の、 あの松坂木綿は松坂の女子技なりっていう言葉があるほど、はい、松坂の女の人って美意識がすごく強くて、でこの島を建てるの、あのなんていうんですか、デザイン性、はい、そういうのがすごく素敵なデザインを建てる人が多くて、でだから東京で売れたんです。じゃあデザインはいろいろありますね。もう個人の人が建てる島なので、手織りに関しては一緒のものはないです、はあ、じゃあ自分で織って、はい、自分の個性もよく出るってことですね。そうです。だからこう、ね、建てることの喜びもありますし、出来上がった喜びもまたあって、グラデーションがいろいろ入れるんですけど、はい、1本違うだけで全然違う島になるので。そうですか、はい、これが楽しいですね。田中さんはどんな、島柄が一番好きですか？私はグラデーション、究極のグラデーションが好きです。グラデーションが好きです、はい、まさにこれです。ああ、そうですか、はい、素敵ですね。素敵です。深いブルーにだんだん吸い込まれてきそうな、そうですね、そのブルーが好きです。やっぱりこう、折っていますと、はい、どんどん長くなっていくんじゃないですか、はい、そこが楽しいです。あ、そうですね。あっという間に折れると思いますよ。そうですか、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。できた。で感想はいろいろありますけど、はい、まずはこの機械を考えた人がすごいですね。そうですね、すごいですね。そうですね、はい、そして体の全体を使って無心になるっていうのが楽しいですね、はい、やっぱりね、はい、あの五感を使うんですよね、両手両足。そうですね、で頭も目も使うし、はい、もう本当に体にいいことばっかり。そうですね、はい、でどうですか、出来上がりは。もうびっくりしました。とっても素敵です。ありがとうございます、はい、で普通ね、傷があるんですけど、小里さんノーミスです。あ、そうですか、素晴らしい。 ありがとうございます。楽しかったでしょ。楽しかったです。あ、よかったです。田中さんの教え方がよかったです。 ありがとうございます。またぜひ来てください。また来ますので、はい、今日は松坂木綿に関することをたくさん教えていただきありがとうございました。最後に少し伺いたいことがあるんですけど、よろしいでしょうか？はい、どうぞ。
田中さんが松阪木綿に対してワクワクするところを教えてください。はい、ワクワクですね。私毎日がワクワクなんですね。で、松阪木綿のこの藍染めを好きな人っていうのがここのお店にたくさんいらっしゃって、で藍染めは何でいいかというと体にいいことですね。虫除け効果があることと、で傷を治す効果もある、で匂いを嗅いだらストレスを解消する、でいいとこづくめなの でこれを使っていろいろなものを作ってきたわけですね。今800から900アイテムぐらいお店にあるんですけれども、その中でも手織りの松阪木綿で振袖レンタルというのを始めまして、今振袖 の4着ぐらいあるんです。それがとっても素敵で晴れの日の振袖なんですね。で松阪に生まれてやっぱりこれを着たい小さがたくさんいて、そういうのをしていること自体がワクワクします。やっぱり藍色って素敵なんですね。そして肌にいいってところもいいですね、はい、ちなみに田中さん、この着物ってめっちゃかっこいいですね。はい、松阪市内で松阪木綿の着れるところってありますか？ありますよ。実はですね、このパンフレットに載っております中に街歩き体験 の着付けするところがありまして、美し屋さんとか八幡屋さんで着付けをしていただけるので、ぜひ行ってみてください。僕も着付けして街を歩いてみたいですね。本日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。さて、今回は松阪木綿の魅力をお伝えしました。市民の方も市外の方もぜひこのセンターに訪れて藍色の木綿の魅力にどっぷり使ってみてくださいね。次回の氷のワクワク松阪もぜひお楽しみに。